盛り上がってきたな。ぼちぼちアルランドに報告しに行くか。きっとたまげるぜ。見つけたぞ、パルテティオ。おい、なんだこれ。霧？なんでこんなとこに霧が。おいおい、アルロンドン地が真っ白じゃねえか。何が起こってんだ。家ん中も霧だらけかよ。しかしこの霧、なんか普通じゃねえ。すっげえ蒸すぜ。パルテティオ様。執事さん、おい大丈夫かよ。霧の中から妙な機械を持った男が襲いかかってきて。なんだと。そいつはどこに行った。アルロンド様のお部屋に。この私がついていながら面目ありません。パルテティオ様、どうか。任せとけ、執事さんよ。俺が何とかする。待ってろ、アルロンド。今行くぞ。アルロンド！来るな、パルテティオ！霧の中に何かいるぞ。マジかよ。ここは危険だ。私はいい。君は逃げなさい。悪いがそうもいかなくてな。敵がこの中に。何がいるってんだ。しかし、蒸すな。この霧、どっかで似たような。そうか、こいつは蒸気だ。だが、なぜこんなとこに。霧ん中からこそこそ来やがるか。どちら様か知らんが、礼儀がなっちゃねえな。上等だ。相手が霧だろうが関係ねえ。この喧嘩勝ったぜ。来な。までか。やれやれ、あんた何も反省してねえな。クビになったのは裏で汚えことしてたからだろ。だが秘書さんよ、この木に反省するってんなら、俺があんたを雇うぜ。
何？つっても今は無理かな。ろくな資金もねえ。おやっさんから蒸気機関を買った後の話だ。本気で思っているのか？800億を調達できると。さあな。だが信じてる。てめえが信じなきゃ何事もなすことはできねえ。あんたの異常な執念、才能だ。きっといい働き手になるぜ。待っててくれ、秘書さん。俺が必ず雇ってみせる。私の負けだ。まったく、無茶をするやつめ。君はきっと、どんな人間も雇ってしまうのだろうな。誰にだって向いてる仕事があるもんさ。ああ、そういや、百貨店の報告に来たんだった。ほう、心待ちにしていたぞ。景気はどうだね。ひひ、驚くなよ。ご注目、この懐中時計を見てってよ。開店記念の大サービス、もう一つおまけしちゃうよ。こっちにもちょうだい。俺にも俺にも。えい、赤字覚悟だ。持ってけ、こんちくしょう。おお、この活気はまさしくかつてのウェルグローブだ。一体どんな魔法を使ったのかね、パルテテオ。第一に、いいものを安く売るってやつだな。仕入れを一元化し、大量の品をまとめて運べるようにしたのさ。そうすっと輸送のコストが下がるから、商品もより安くできるってわけよ。次に百貨店だ。何でも同じ場所で買えたら便利だろ。ついでに他の店の品も買ったりしてな。つまりお客がたくさん集まるよう設計されてんだ。盛り上がって当然。こいつらが活気の元になってるのさ。あとは熱意かな。この光景を父にも見せたかったよ。ありがとう、パルテティオ。君の価値を認める。約束通り、800億リーフを渡そう。なんだこりゃ。小切手だ。いつでも金を渡すという証さ。なんせ800億だ。渡しても持っては帰れないだろう。お、確かにそうだな。おや、不満ならシルクでもつけようか。いや、いい。アルロンドが言うなら信じるぜ。そうだ、こっちも必ず返すって誓約書を。必要ない。手付金ならもうもらっている。そ
そりゃ俺が渡した一リーフ銀貨じゃねえか。いかにも。これこそ何者にも代えがたい約束の証だ。アルロンド、よし、こいつで蒸気機関を買い取ってくるぜ。ところで、君は本当にロックと契約を交わしたのか。彼ほどの商売人が蒸気機関を手放すとは思えんが。ロックを信用するな、アルテディオ。何を考えているか、相手の身になりよく考えるのだ。分かったぜ。ありがとうさん、アルロンド。パルテティオさん！うわっ、檻じゃねえか。どこから現れやがった。特ダネですよ。ロック氏が声明を出したんです。蒸気機関についての重大な発表があると。このタイミングで。どういう風の吹き回しだ。俺がもたついてる間にしびれ切らしちまったのか。とりあえず行ってみるしかねえか。ってことはまさかお金を調達できたんですか。まあよ。特ダネがここにも。兄様にも伝えなきゃ。信じてましたよ、パルテティオさん。あ、ちょっとお待ちを。発表がある場所はロック島という孤島です。自由地でして定期便もなく、自前の船でもないといけません。船ならあるぜ。テリーから買ったとびっきりのやつがな。なぜここがロック島か。アルロンド、ありがとうさん。ついに一世一代の大取引だ。待ってろよ、おやっさん。800億の土産を持ってきたぜ。量産体制は万全だ。蒸気機関は機械ばかりではなく歴史をも動かす。そしてそれを持つべきは私だ。だから君に渡すわけにはいかない、パルテティオ。私のものだ、世界中のすべてが。うん、さて時間だな。
あのロックが改まって一体何の発表だ。島まで所有してるのにこれ以上儲けようってのか。ま、ともかく注目だ。いいねいいね、盛り上がってきてるじゃねえか。会見場はこっから入ればいいんだな。取材許可証を見せて。ん？取材許可証？持ってないのか。ダメダメ、出直してきてね。あ、ちょっ、参ったな、大盛況じゃねえか。おやおや、パルテティオさん、よかった、無事に来られたんですね。オリ、いいとこにいたぜ。お、何です、いいネタでもありましたか。いや、ネタもねえし、取材許可証もねえんだ。あ、許可証ですか。実は私も許可証をもらえてなくて。そうなのか。でも、心配ご無用です。私知ってます。会見場につながる裏道を。本当か、オリ。これでも記者ですから。ささ、こっちですよ。ここに通路が。どっからこんなネタを。企業秘密です。さあ行きましょう。着きましたよ。会見場はこの先です。ここが、おやすさんの本拠地か。おい、何をしている。やべ、見つかった。パルテティオさん、ここは任せて。オリ、何する気だ。パルテティオさん、出会えてよかったです。たくさんの人を見ましたが、あなたみたいな人は初めてでした。もっと取材したかった、あなたが世界を幸せにする姿を。でもここまでのようです。さあ行ってください、みんなの幸せのために。オリ、言って、パルテティオさん、振り返らないで。すまねえ。ちょっと、君。あい、たたたたたたた。あいたたたたたた、急にお腹が。おい、しっかりしろ。ごめんなさい、警備員さん。明日の一面は。
ロック氏の大発表、運も味方につけるになっちゃいそうです。あいたた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 た、そいつは大変だ。みんなで運ぶぞ。ロックさん、ロックさん、蒸気機関について重大な発表があると。どのような発表でしょうか。世界中が注目しています。皆様どうかご静粛に。聞き逃しては大損となりますぞ。これから発表するのは世界を一変させるビジネスだ。さて、皆様にも苦労話が終わりのはずだ。新聞が生まれた頃はまだ手書きで作られていた。一枚一枚苦労を重ねたはずだ。猫の手間を借りたくなるほど。それが今はどうだろう。記事をたった一枚書けば印刷機が馬車馬のように働き、いくらでも吸ってくれる。皆様はコーヒーでもすすり、それを眺めていればいいわけだ。なぜそんなことが可能になったか。蒸気機関という新たな動力のおかげだ。ありとあらゆる産業が蒸気機関によって刷新された。まさに歴史は前進したのだ。しかし歴史はまだまだ進歩を続ける。この改良型蒸気機関によって改良型蒸気機関はこれまでと製法を一新した。それにより蒸気機関の大量生産が可能となったのだ。皆様ここに発表しよう。我が社はこの改良型蒸気機関を世界中の国家や富裕層へ向け独占的な販売を開始する。蒸気機関によって産業は変わった。多くの富を生み出した。お気づきなされよ。より多くの蒸気機関を持つことはより多くの富を得るに等しいと。世界中の文明は大きく躍進するだろう。このロックカンパニーによって。ちょっと待った！アルテティオ、ここで何をしている？顔をわきまえるのだな。忘れたとは言わせねえぜ、おやさん。買い取りに来たんだよ、あんたの蒸気機関をな。蒸気機関を買い取る？だって？あの男は何者だ？おい、誰か知ってるか？パルテティオイエローウィル、これから世の中を変える男だ。よく覚えときな。
さあ、おやすさん、契約書もちゃんとあるぜ。もう金を都合したのか、パルテティ。ああ、言ったろ、必ず持ってくるってな。きっかり800億リーフ、大貴族アルロンドの小切手だ。あの大貴族アルロンドの？パルテティオさん、よく見せてください。わーったわーった、そんな押すんじゃねえよ。さあどうだ、おやさん、アルロンドの直筆入りだ。青いな、ファルテティオ。何？有象無象と星の数ほど取引した私から一つ教えてやろう。自分と現金以外は信じるな。そのサインとやらはどう証明する？証明できたとして金をそのものがしかと出せる保証は？経験から言う、それらは確約できない。故に私は現金以外で取引をしないと決めているのだ。へえ、そう来たかよ。出直すのだな、パルテティオ。もっともその時には君が買う権利もないだろうが。おやっさん、あんた初めから。そこまでだ、大富豪ロック殿。あの声は？やあ、ケーキはどうかね、パルテティオ。このアルロンド、世紀の商談を見届けに来たぞ。ちょいと手土産もある。アルロンド様、少々はしたないか。許せ、医者よ。儀礼を浴びましょう、ロック。だが何分多額の取引です。ご不安も終わりかと。800億リーフ、実際にお持ちしたまでです。なんと麻袋で800億。無論全額をこの麻袋には詰め込め、残りは私の譜面である。重くて沈没しそうだったが、アルロンド、私もこの目で数多の人間を見てきた。だからこそ断言する。この男は800億に値すると。ロンドウェル家の名にかけ誓おう。このパルテティオに800億を託すと。
レロンド様、少々目立ちすぎでは。許せミシャ、この際だ。ありがとうさ、アルロンド。なんとか警備を負けたな。どれどれ、パルテティオさんはうまくやれてるかな。あれはアルロンドさん。まさか800億をこの場に。バカな、ありえん。800億リーフ現金でだと。心外ですな、ロンドウェルの名をお疑いか。おいおい、とんでもないことになってきたな。ああ、この記事は売れるぜ。契約書がどうだろうが、こんだけ証人も揃ってる。もう逃げ場はないぜ。さあ取引と行こうか、おやさん。取引成立だな。あんたの蒸気機関、確かに買い取らせてもらった。バカな、バカだ、バカだ、バカだ、バカな。800億だと、はした金にすぎん。この蒸気機関には、世界を変える価値があるのだ。物資の大量生産、そしてそれを大量に輸送できる力。それが世界の商売に、歴史にどれだけの影響を及ぼすか。それだけじゃない。兵器への転用で弱者が強者になりうる。戦争の形が変わるのだぞ。無効だ。この取引は無効とする。無効とはご自身で結ばれた契約では。ロックさん、無責任ではないですか。いや、会見は中止だ。話すことはもうない。説明してください、ロックさん。ロックさん、ロックさん。黙れ、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 黙れ。君の勝ちだ、パルテディオ。おやっさん、あれ、鍵がかかってやがる。
なんだこの音。おい、みんなこっから離れろ。ぶねえ。なんだありゃ。さあ注目したまえ、やかましやどもめ。これぞ我が社の誇る技術の粋、蒸気装甲車オブシディアンだ。多少予定が狂ったがデモンストレーションとしよう。あんたらここ危ねえ、早いとこ逃げろ。オリ何してる、あんたも早く行きな。でもこの先にとびっきりの特ダネだって命には変えられねえだろ。はい、パルテティオさん、ありがとうございます。こっちこそいろいろありがとうさん。無記事かけよう。おやっさん、やっと二人で話せるな。私の目は確かだった。やはり君は一流の商人だ。ただ一点を除いてな。なんだいそいつは。価値あるものは皆で共有するべきではない。持つべきものが独占すべきなのだ。そうしてこそ物の進化は発揮される。おやさん、俺はあんたを尊敬してる。こんなもんまで作っちまうのはおやさんだけだ。だがやっぱあんたの考えには賛同できねえ。蹴りをつけるか、おやさん。契約書はきっちり守ってもらうぜ。商人らしくな。君の言う通り、蹴りをつけようじゃないか。さあ来なさいパルテティオ、商売の何たるかを分からせてやろう。終わりだ、おやさん。私が欲しいものを逃すとは初めてだ。始まりは一つの懐中時計だった。店先で輝く時計が私はどうしても欲しかった。靴磨きをし、黒い油にまみれ金を貯めてようやく手にした。だが満足しなかった。次のものが欲しくなったんだ。私はまた働き手に入れた。それを繰り返し、いつからか欲しいもののためには手段を選ばなくなっていた。そして気づくと己と金しか信じられなくなっていたの。おやさん、そこまでしてあ
んたは何が欲しかったんだ。さて、何だろうな。もう過去のことだ。私の時代は終わった。これからは君の時代だ。価値あるものを皆で分け合い、商人たちを導いてやってくれ。ここはもうすぐ崩れる。さあ行け、ファルテティオ。私は残ってこいつの最後を見届けるとしよう。さらばだ、ファルテティオ。そうかい。おやすさん、あんた勘違いしてるぜ。何？おやすさんは俺がみんなを導くなんて言ってるけど、そんなんじゃねえよ。あいつらみんな自分の足で歩いてる。けどそんな奴らでもつまずいたり間違ったりすることもある。だから俺はそいつらが立ち上がる手助けをするのさ。さて、俺はそろそろ行くわ。ところでおやさん、こいつを見てピンときたんだ。休んだ後もう一仕事しねえか、俺と一緒にさ。やれやれ、変わらんな、パルト。君はどこまでも商人だ。市街地だ。住人になんて言う気だよ。落ち抜いてもらえばいい。私が出資した800億もある。金じゃ買えねえぞ。自分の家だ、思い入れがある。では君の仕事だ。人の心を動かすのは得意だろう。ここに線路が通れば地価は上がり、街は潤う。将来を見据えれば誰もが得をするはずだ。誰もが得をか。覚えてるか、16年前ここに立った時のこと。銀行さんに胸を躍らせ、お互いシャニムに働いたよな。ああ、いや、久しく忘れていた。自ら現場に立ち汗を流す、それも価値なのだと。今はただこの新たな計画に胸を躍らせている。時代は変わるな、ロックよ。
ロック社長。間違えるな、サスティ。今は相談役だ。これは失礼を。ま、仲良くやろう。今は同じ社の社員同士だ。先代、二代目からお手紙です。悪いが、当分帰らねえ。物も人も、もっと集めてこなくちゃな。なんせ今度の仕事はバカでけえからよ。手紙よこすなら指示の一つでも書けってんだ。まあいいじゃないか。我々への信頼の証だよ。ということで商談をしているのだろう。我がパルテ&ロックカンパニーの社長は。パルテ&ロックカンパニーの新社長パルテティオは、蒸気機関による税徴収を撤廃、代わりに貧困層の積極的な雇用を打ち出した。かつての大富豪ロック・ブリリアントが独占したあらゆるものは世界中に分配されるだろう。号外！号外ですよ！今日は残業かな。アミ様、見てくれていますか。彼に出会い、銀コインを渡された時、彼の思い描く未来をにわかには信じられなかった。だが彼は今それを実現しようとしている。産業革命が始まろうとしているのだ。よう、久しぶりだな、坊主。長い旅してきてな、靴がもうボロボロだ。久しぶりに一丁頼むか。うん、任せてよ。落ちてた新聞を読んだよ。兄ちゃんが世界を貧しさから救うんだって。坊主、これから世の中は変わるぜ。蒸気機関車ができるからな。蒸気機関車？こんなでっけえ鉄の塊が大陸中を走り回るんだ。そいつに乗れば遠くの国へもひとっ飛びさ。物流や交流が盛んになって各地が一つに結ばれる。ああ。言ってたよな、世界中を見て回りたいって。どうだ坊主、俺と仕事してみねえか。うん、やる、やるよ兄ちゃん。そうこなくっちゃな。